ダメなの、ケイちゃん。ケイちゃん。ケイちゃん。ダメ。考えてはダメ。考えないで、お願いだから。ダメ。ねえ、約束して。約束？私の声も姿もあの景色も夜の淵に沈めてしまうと、明日の朝日に溶かしてしまうと、それって忘れろってこと？夢はただの夢だから。無駄よ。もう無駄。今さら隠したところで間に合わなくってよ。我慢するしかないか。あっ、あれ、なんだろうこれ。何これ。ケイ。ハクかもしもし、陽子ちゃん。やっと繋がったよ。やっとって遅いよ。あらら、あたちゃんご機嫌斜め？ちょっと嬉しいな。うりゃ、そんなに私の声が聞きたかったなら、あたちゃんがかけてくれればよかったのに。この照れ屋さん。じゃなくてね、そりゃ電源切って寝なかった私が悪いんだけど、こんな時間にかけてくるなんてちょっと非常識だよ、陽子ちゃん。ああ、もしかしていつものボケ？私もちょうど起きてたっぽいっていうか、寝てたとしてもあんまりいい夢見てたわけじゃないから別にいいんだけどね。寝てた？こんな時間に？夕方だって寝てたの？こんな時間なんだから当たり前だよ。あとちゃん、時計持ってる？携帯あるけど見てみよう。電話だと「ウリウリ」って突っ込めないのが残念でたまらないわ。ごめん。盗んだ尻尾ぐいぐい引っ張ったりして。やめてやめて、あれ痛いんだから。将来ハゲになったら陽子ちゃんのせいだよ。そん時は責任取ったゆるよ。すごいところに止まってるし。